ベリカンエアサービスは南アフリカ共和国ヨハネスブルグに拠点を置くフェデラルエアの称号の一つ。このブランドはほどなくして使用されなくなり、その後はフェデラルエアの名で運行が継続されている。ベリカンエアサービスは定期便の運行を行っていた。拠点空港はヨハネスブルグの OR ンボ国際空港であり、他にもクルーガー・ムプマランガ国際空港と モザンビークのビランクーロ空港をハブ空港としていた。この航空会社は PWD ファーカリエが他モザンビークと提携して1990年代後半に設立した。2001年 JFB ナールが出資して PWD ファーカリエ、JFB ナールという保有比率となり2007年3月時点では19人の従業員がいた。ベリカンエアサービスは ヨハネスブルグからビランクールへの路線を運行しており、モザンビークの航空会社、アジスでモザンビークとの提携によって、さらにその先のバザルト諸島へも路線を伸ばしていた。ベリカンエアサービスの ATR42。2009年11月29日時点で、ベリカンエアサービスの機材は次の通りであった。ありがとうございます。